フィールドに変わりまして第4クォーター開始。さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターとなります。大阪が最低陣49ヤードからセカンドダウン7。さあここでジェットモーションからワイドレシーバーにシャベルパスしまして右オープン展開を図らせました。11番スポからキャッチアンドランしまして約3ヤードのゲインとしています。キャリアは11番の平田でした。京都産業大学出身。大阪ガスサードダウン3。ナイスラン攻撃権更新ファースト。ここで大阪ガスはランニング枠にハンドオフしまして右オフタックル付近突破しました。34番見事なフットワークで見事この大役果たし攻撃権更新です。大阪ガスファースト。ここで投じましたのは34番の辰馬でした。さあ大阪ガスファースト安定ボールオン相手陣36ヤード、パス成功です。まず確実に短いパスでこの距離を詰めました。取りましたのは22番のレシーバー6ヤードのゲインとしています。22番は清家関西大学出身です。大阪ガスセカンドダウン4。さあこのラウンド出ました。攻撃権更新ファースト。ここで続けざまに34番にボードを託し今度は左サイドをつきました。これをオフェンスラインのパワーも合わさり見事攻撃権更新になっております。大阪ガスファースト。34番辰は非常に素晴らしいランを重ねております。さあ相手陣26ヤードに入りまして大阪ガスファースト運転。今度は右に展開した1番にパス、そこからキャッチアンドランし1番約6ヤードのゲインとしています。ここでキャッチしましたのは1番のコウでした。甲南大学出身。大阪ガスセカンドダウン4。ボールオン相手陣19ヤード。さあここでランプレーを投入。ランニ枠23番にハンドオフしまして中央トップを図らせました。しかしこれは愛知ゴールデンウィングス51番田原狩りサーダンに持ち込みます。このランを食い止めましたのは愛知ゴールデンウィングス51番の小川でした。名古屋大学出身。大阪ガスサーダン3。さあこのラン結果どうか。わずかに届いておりません。フォースダウンと変わります。ここは愛知ディフェンス踏ん張っております。大阪ガスフォースダウン残り1ヤード。さあ勝負いきます。フォースダウンギャンブル。中央へのプレー判定どう
ょうか。届いてない。4回目の攻撃失敗。攻守交代になります。愛知踏ん張りました。ラストラウンドでしたので攻守へ変わり、愛知ゴールデンウィングスの攻撃へと変わります。大阪ガス怒涛の攻めでタッチダウンを奪い同点に追いつかんというところ、しかし愛知踏みとどめ攻撃権を取り返します。愛知自陣17ヤードからファーストダウン10。さあ中央へ行った。何枠27番ハンドオフから左オフガード付近突破、約6ヤードのゲインとしています。7ヤードのゲイン。タックルいたしましたのは大阪ガスサイクス21番ディフェンスバック田中壮志選手。最初のランは27番高橋でした。東京工業大学出身です。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン4。ビッグプレータッチダウン。ここで愛知大きなミスが出ました。愛知プレイする際にクォーターバックランニング枠のハンドオフの際にボールをファンブルしました。なんとか確保戦としましたが、しかしそれを取ったのは大阪ガス3番そのまま一気にエンドゾーンに駆け込みまして、ファンブル以下はタッチダウン決まりまして、大阪ガス6点獲得となっています。さあそしてトライフォーポイントに入ります。ここでキック決まると同点となります。このキック失敗となりました。キックブロック。結果このタッチダウンによる得点6点止まりとなりました。しかしディフェンスの素晴らしいプレッシャーでこのチャンスをものにし、大阪ガスここで点差を一気に1点差に詰めることに成功しました。ただいま得点を挙げました大阪ガスカンチのキック。しかし今のところは並んではおりません。その差が1点残っております。さあその大阪ガスのキックオフで試合は再開となりますが、この1点最終的にどう影響するでしょう。試合時間は残り6分25秒となっております。大阪ガスのキックオフ。さあ愛知リターンに入ります。これを大阪ガス見事にカバーしまして、愛知は自陣18ヤード付近からの攻撃となります。愛知ゴールデンウィングス約10ヤードのリターン。さあ痛い失点をしました愛知ですが、しかしまだ1点ではありますがリードを保つ形になっています。今度の攻撃シリーズ生かすことができるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。ボールオンは自陣19ヤードにセットされています。ここで反則が発生しております。イエローフラッグが投じられました。
先ほど時計の時差が発生している状態になっておりました。審判団の手元の時計では反則という形でしたが、表示上のズレがありましたので、先ほどの反則そのものは無効となります。従いまして正規のプレーとして再開です。愛知ファーストアウト、さあまずランからいったら、これは大阪アスンナイスディフェンス。まず中央へのランプレーを愛知は投入しましたが、これに対して大阪アス93番素晴らしい対応しまして、このランノーゲインとしています。見事な対応したのは大阪アス93番の軍事掛けです。大阪体育大学出身。愛知ゴールデンウィングスセカンドアウト、愛知ここでオプションプレーを展開しました。ピッチを受けた47番、しかしそこにすかさずディフェンスが殺到しまして、あわやロスというところ、しかしその体育を生かしましてノーゲインという形でとどめております。サードダウンに変わります。愛知サードダウンって、パス不成功。ここで奥に走り込んだ30番にパスを投じました。しかしこれはディフェンスのカバーありまして不成功し、フォースダウンとなります。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン点。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン。ハントフォーメーションを取ります。ここで大阪ガスプレッシャーをかけまして、パントを大きくは蹴らせませんでした。リターンも入りまして、大阪ガス相手陣からの攻撃となります。攻撃権は変わりまして大阪ガスに攻撃権移ります。さあ大阪ガス絶好の逆転のチャンス入りました。相手陣39ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガスファーストアウト、パス不成功。クォーターバック4番プレイアクションから左に流れ、ロングパスを投じようとしましたが、9番のパス、しかし外へそれましてパス不成功になっております。セカンドダウンに変わります。大阪ガスセカンドダウン点。大阪ガスセカンドダウン、ファーストアップで60ヤード。パス不成功。今度も左サイド9番のパスでしたが、これもカバーありましてパス不成功になっています。サードダウンに変わります。さあ大阪ガスサードダウン点に変わります。このチャンスはなんとか生かしたい状況。相手陣39ヤードにボールあります。愛知はそれをしのげるか。パス成功。声点更新ファースト。
ここで中央を切れ込んだ11番にパスを投じました。11番これを見事にキャッチしまして攻撃更新です。大阪アスファスター、見事攻撃権更新果たしましたのは11番の平田でした。京都産業大学出身。さあ相手陣相手陣24ヤードからのファーストアウト。中央へのランプレーを入れました。キャリア28番未使用点をデイライトし約3ヤードのゲインとしています。キャリア28番は北沢。大阪ガスセカンドダウン7。試合終了まで残り3分。ナイスファーファースト。ここで28番に再び持たせました。密集点スリーに関して見事攻撃権更新になっております。大阪ガスファースト。大阪ガスタンクス28ヤードフィールドファースト。さあこれによりまして相手陣8ヤードに入りファーストダウントゥーゴールに変わります。大阪ガスタンクス敵陣8ヤードエンドゾーンまで残り8ヤード。さあ残り4回でエンドゾーンを落とし入れることができるでしょうか。配置踏みとどめることができるでしょうか。大阪ガスファーストダウントゥーゴール。さあ右オープンエランプレー。34番一気にゴール前2ヤードに迫るランを見せました。セカンダウンに変わります。ここで辰馬を使います。ここでホイッスル。ここで2ミニッツを2軍に入ります。ただいまの得点、大阪ガスカックス13点、愛知ゴールデンウィングスは14点、その差はわずかに1点です。試合終了が残り1分。さあ残り2分の攻防になっておりますが、この試合面白い状況になっています。その得点差は1点差、その1点ビハインドの大阪ガスがゴール前2ヤードの位置に迫ったところで現在2ミニッツを2軍に入っております。さあここでこのチャンスを大阪ガス生かし逆転なるでしょうか。レフリータイムが解けまして大阪ガスカンスセカンドダウン8ダウンまで残り2ヤード。さあ残り2ヤードセカンドダウン2ゴール。さあ中央いった、しかしこれはディフェンスいった、止まりました。サーランになります。ここで中央にランニングバックを飛び込ませましたが、その外から44番回り込みましてこのランをノーゲインとしサーランに変えます。これは 大きな賭けに出ました。ゴールデンウィングス44番の深夜でした。京都府立大学出身。さあサーダントゥーゴール残り2ヤード。さあ中央いった、これも止まった、ギリギリで止まっています。フォースダウンに変わります。34番中央切り込んでいきました。しかしここで愛知すさまじいディフェンスプレッシャーかけましてフォースダウンに持ち込みました。タッチダウンが及んでいません。
ここでホイッスルが鳴っています。正確に先ほどの判定をしまして、フォースダウンインチの状況、残り1ヤードの状況になっております。オサカスカクスはフォースダウン、タッチダウンまで残り1ヤード。さあフォースダウン残り1ヤード、ギャンブルいきます。さあ判定どうか、止まった。中央へのラン、ボールは一旦しかしこぼれた、それをリカバーし外から回り込もうとした、これをしかしそれを止めた、フォースダウンギャンブル失敗。攻守交代になりまして、攻撃権愛知ゴールデンウィングスに移ります。とはいえ愛知インチの状況からの攻撃です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10、30秒とはいえまだ予断許さぬ位置にボールはあります。試合終了まで残り30秒。ここでランを展開しようとした愛知、しかしこれを大阪ガス押し返した、エンドゾーンで倒されセーフティー、自殺点献上となりました。下がりまして大阪ガスに2点入り、大阪ガス15点、愛知ゴールデンイーグルス14点、逆転になりました。セーフティーとなりますので、攻撃側愛知ゴールデンウィングスが次期20ヤードからヒット。試合終了まで残り18秒、まさかが起こりました。愛知執念のディフェンスで攻撃取り返しましたが、このランを阻止されました。エンドゾーンで倒されセーフティー、2点を奪われ、そしてその愛知のキックオフで試合再開となります。セーフティーは失点した側のキックオフで試合再開です。愛知ゴールデンウィングスのキックオフ、ただいまの得点は大阪ガスカクスが15点、愛知ゴールデンウィングス14点、その差わずかに1点。愛知としては攻撃権を得たい、このキックオフオンサイドすると思います。残り時間20、失礼しました、18秒となっております。時計調整させていただきます。さあまだ確保してない、確保してない、愛知が取った、オンサイド決まりました。愛知土壇場で攻撃権再獲得になっています。残り時間13秒、愛知ゴールデンウィングスのキックオフオンサイドキックです。抑えましたのは18番、残り13秒、愛知自陣43ヤードの位置、しかしまだ攻撃続けられます。差は1点、このボールを愛知ゴールデンウィングスの選手が抑えましたので、攻撃権は愛知ゴールデンウィングス。しかし試合時間残りは13秒、点差はわずかに1点。
ス成功。そして外へ出ます。クォーターバック1番、左に展開した30番にパスを通し7ヤードゲインとしています。外へ出たため時計は止まっていますが残り時間5秒。近藤選手へのパスが成功、7ヤードのゲイン。愛知、ここで後半1回目のタイムアウトを使います。愛知ゴールデンウィングス後半1回目のチームタイムアウトの要求です。アメリカンフットボールでは次のプレーセカンドダウン2に表示改めます。愛知ゴールデンウィングス後半1回目のタイムアウト、試合終了まで残り5秒。キックが蹴れる距離ではありません。タッチダウンを狙うしかありません。次のワンプレーが文字通りこの試合の最後のワンプレーになる可能性が高いです。さあ相手陣48ヤード愛知ゴールデンウィングスファーストセカンドダウン2、試合時間残り5秒。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウンファーストまで残り2ヤード。プレッシャー来る、球技 右に迂回した、パス不成功。そしてここで試合終了となりました。 NFA 両社会人アメリカンフットボール協会戦Xリーグ2024、最後まで1点を争う勝負となりました。この一戦大阪ガススカンクス15点、愛知ゴールデンウィングス14点で大阪ガススカンクスの勝利となりました。大阪ガスカンクス対愛知ゴールデンウィングスの試合はご覧いただきましたように大阪ガスカンクス15点、愛知ゴールデンウィングス14点で大阪ガスカンクスが勝利です。ありがとうございました。激戦となりましたこの一戦、愛知もあと一歩というところに迫りましたが、まさに痛恨のセーフティー奪われまして惜しい試合を落としました。しかし見事な戦いでした。ナイスファイトでした。そしてそれをしのぎまして見事勝利しました大阪ガス、素晴らしい戦いぶりでした。素晴らしい戦いをありがとうございました。ありがとうございました。大阪ス勝利おめでとうございます。次節も期待いたします。本日の格和の一戦戦い2試合とも素晴らしい一戦となりました。この2試合目も最後まで1点を争う攻防戦、最後その1点差で勝利しましたのが大阪ガススカンクスとなりました。素晴らしい試合を両チームありがとうございました。ゴールポストを撤収いたしますのでご協力よろしくお願いいたします。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが戻してくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目にあった試合だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信これで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして X2X3West 全チームの共同企画によって実施させていただきました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。その配信本日実施いたしましたのは私道楽屋でした。また機会ございましたらお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。